今日の動画は、誰も育てない虫を育ててみた、シリーズです。このウジ虫、成虫になったら、どんな姿か、見たくないですか？新しい、トマト、きっと美味しいぞ。たくさん食べるんだよー。あれ？よく見ると、脱皮しています。出てきたー。なんか出てきたー。ほらー、リトターン。すごいよ。ついに、羽化したんだよ。あのウジ虫が、こんな虫になったよ。すごいよねー。こんにちは、おたま日記です。こちらは、ぴょんおたま。うちで育てているアマガエルです。アマガエルは、小さい虫を食べて生きています。ぴょんおたまのご飯は庭で、調達しています。どこで探すかというと、ここです。この中で、生ゴミと米ぬかを混ぜ、堆肥を作っているのですが、この中に、大量のあいつがいるはずです。あ、います。ウジ虫です。このウジ虫は、生ゴミを食べるので、気温が高くなるこの時期、大量に発生します。簡単に見つけられるので、ぴょんおたまのご飯調達には助かりますね。ほらー、ぴょんおたまー。でも、ちょっと捕まえすぎたなー。おっと、食べたいねー。今日も腹ペコだねー。じゃ、ぴょんおたまも、ご飯タイムです。ドア、ドアわー、行ったー。ぴょんおたまー。では、もう一匹あげます。ほらー。おー、やっぱり、早ーい。食べたねー。ペロリンペロリン、ペロペロペロリーン。ところで、さすがに多すぎて、ぴょんおたま一人では食べきれませんね。余ったウジ虫は、また外に逃がそうと思いましたが、ウジ虫を見ているうちに、また私の悪い癖が出てしまいました。その癖とは、ウジ虫を育てる、です。ウジ虫？育ててどうするの？と思いますよね。確かに、ウジ虫は、生ゴミなどを放置してしまうと、発生するので、多くの人から気持ちの悪い虫と、思われています。それで、ウジ虫の状態で駆除されてしまいます。でも、このウジ虫、成虫になったら、どんな姿か、見たくないですか？ということで、庭から採取したミニトマトの破片と、ウジ虫3匹ケースに入れて、成虫になるまで、観察してみたいと思います。後ろの方でぴょんおたまが、気にしているけど、これはあげられないよー。こんな感じです。この3匹のウジ虫を育て、様子を観察したいと思います。多くの人に嫌われるウジ虫ですが、この動画を通して、ウジ虫に対するイメージが、変わることを、あわよくば、ちょっと可愛い、と思ってくれることを願います。残りのウジ虫は、生ゴミ堆肥のところに戻しておきました。たくさん食べて、無事に成虫になれよー。では、いつものように iPad を固定して、タイムラプス撮影を、行い、様子を見てみましょう。では、どんな様子が見られるでしょうか。ご覧ください。こちらが、タイムラプスで撮影した映像です。ちょっと、下がツルツルしているので、ティッシュを畳んで、下に敷いてあげようかな。どうかな？ちょっとは快適になったかな？お、よく見ると、トマトの中に一匹入り込んでいます。こうやって、体をくぐり込ませ、中から食べていくんですね。では、引き続き、タイムラプスの映像を見てください。ウジ虫たちが動き回るので、トマトが揺れているように見えますね。そしてトマトの中の方を、見ると、中の方が削られて食べられているようですね。観察を開始してから、1日半、経過しました。トマトも結構形が変わっています。取り出して、様子を見てみます。
お、トマトの中に入り込んで、プリプリ動いていますね。体の周り全体が食べ物です。ウジ虫にとっては、素晴らしい環境でしょう。そこにお尻が見えます。なんかお尻のツヤと張りが良くなったような。トマトをたくさん食べて栄養を、つけたからかな？ここに見えるのが、頭です。針の先のように小さいです。この頭の先に口がついていて、いろんなものを削り取って食べていくのです。それでは、またケースに戻し、タイムラプスで様子を見続けます。まだ、観察1日。この後、どんな変化を遂げるのでしょうかね。タイムラプスで見ると、引き続き元気に動いていることがわかります。そして、驚きなんですが、垂直の壁を登っています。足がないのに、どうやって壁を登っているのでしょうか。すごいですね。2日経ったので、トマトもかなり小さくなりましたね。中の様子を見てみると、お、動いている。3匹とも、元気ですね。すごいな。やっぱり、垂直の壁を、登っている。体の表面を触っても、別にベタベタしているわけではないのに。こんな感じで、体を伸び縮みさせているだけなんですけどね。本当に不思議です。ところで、餌のトマトもかなり小さくなったので、別の餌を、そろそろあげないといけないかな？そうだ。ちょっとこれをあげてみよう。リトゴマのキャットフードです。リトターン、ゴマターン。ちょっと申し訳ないけど、ご飯、少しだけもらうよー。え？誰にあげるの？って？それは、ちょっと、言いにくいねー。ウジ虫にあげるなんて、言えないよねー。リトゴマが、ウジ虫にあげること知ったら、僕たちのご飯、虫にあげないでー、って言うよねー。きっと。では、リトゴマからもらったカリカリのかけらを、ウジ虫たちにあげましょう。このままだと硬いので、水分を含ませ、ウジ虫のケースに入れてみます。どうでしょうか。ウジ虫たちがうろうろしていますが、キャットフードを食べるでしょうかね。ところで、このウジ虫、調べてみると、人間に害を及ぼす虫ではないそうです。おや、美味しそうな匂いがするのかな？おう、おう、食べ始めているようです。ウジ虫は、雑食みたいですね。植物も食べますし、このように動物性のキャットフードも、食べてくれます。では、トマトを戻し、ここにキャットフードをトッピングして、3匹のウジ虫たちも戻し、撮影を続けます。再びタイムラプスです。まさかキャットフードメーカーも、キャットフードが、ウジ虫に食べられることになるとは、思っていなかっただろうねー。今度は、丸ごと一つ大きなキャットフードを、入れました。でも、見ていくと、だんだんと食べられて小さくなっていくことがわかりますね。キャットフードは、すべて食べられ、トマトもかなり小さくなったね。ちょっと、新しい餌を追加しましょうかね。もう4日経つので、トマトもかなりドロドロになってきているな。奥の方で、リトタンが、不思議そうな顔を、してみています。でも、食べられそうにないから、興味ないねー。うわぁ、元気いっぱいです。ウジ虫にとっては、これくらいドロドロになった方が、食べやすいんでしょう。では、ここで、新しい餌を追加します。それは、金魚の餌です。これもきっと食べてくれるでしょう。あれ？あ、あー、リトターン。ちょっとこれは、食べられないよー。これは、金魚の餌だよ。リトタンのおやつじゃないってー。猫のおやつは、こういう袋に入っているから、おやつもらえると思ったんだね。これは、ウジ虫にあげるやつだから、リトタンは、ダーメー。すぐにご飯をもらえると思っちゃう。リトタンは、かわいいねー。その後、リトタンとゴマちゃんには、小魚おやつをあげました。確かに、袋が似ているねー。これじゃ、
金魚の餌の袋を見たら、おやつだと思っちゃうね。二人とも、小魚おやつ、美味しく食べました。さて、こんな風に金魚の餌を入れてみました。どうかな？食べるかな？ちなみに、この金魚の餌ですが、このチャンネルを開設して一番最初に、育てた、オタマジャクシのために買ったものです。こちらが、その時の動画です。もしよろしければご覧ください。もう4年半前です。時の速さを感じますね。もう、餌の賞味期限もかなり過ぎてしまっています。賞味期限切れているから、味は落ちているかもしれないけど、まだまだ食べられるよねー。では、タイムラプスの映像を見ていきましょう。まだ、金魚の餌がそのまま残っている。どうかな？お、夜が明けたら、かなり減っている。やっぱり食べているようです。そして、トマトもどんどん食べられ、なくなっていきます。トマトも、ほぼなくなっています。金魚の餌も食べているようですね。ここに、さらに新しい餌を追加し、様子を見ます。トマトも、金魚の餌も、あっという間に、消えていきます。食欲がすごいですね。トマトも、こんなになってしまいました。あれ？いる？お、トマトをめくったら、中にいましたね。家庭菜園に餌を探しに、行きます。ここに落ちている、ミニトマト、これでいいかな？これを切って、ここに、ウジ虫たちを移動させます。新しい、トマト、きっと美味しいぞ。たくさん食べるんだよー。では、引き続き、タイムラプスで見ていきます。しかし、熟しすぎていたのか、すぐにカビてしまいました。あらら、すぐにカビてしまいましたね。ちょっと取り出します。ウジ虫たちは、カビが生えていても、全然問題ないみたいです。ところで、あれ？色変わってない？よく見ると、2匹が黒っぽくなっていますね。黒くなってくると、サナギになるのが近いのかな？とりあえず、トマトはカビてしまったので、今度はご飯をあげます。あれ？よく見ると、脱皮しています。今までの姿とほとんど変わりませんが、これは、幼虫？それともサナギになったのかな？タイムラプスで様子を見てみます。黒くなったウジ虫、どうなんでしょう？サナギになるのかな？と思いましたが、普通に動いて活動していますね。ご飯がどんどん食べられ、なくなっていきます。ここまで、いろんな餌を、あげてきましたが、何でも好き嫌いなく、食べることがわかりますね。もう米の形がありませんね。じゃあ、今度は、また別の食べ物を、あげましょう。庭の草を入れて、ここに米ぬかをトッピングします。米ぬかは、お米の精米所でもらってきたものです。家庭菜園の堆肥作りにとてもいいですね。栄養価が高いので、ウジ虫もきっと喜ぶはずです。さあ、どうなるかな？あら？ごまちゃーん、気になってきたの？これは、ウジ虫だから、食べられないよー。ごまちゃんも、このウジ虫がどうなるのか、気になるようです。再び、タイムラプスです。さて、ここから数日間、一気に見てもらいましょう。ウジ虫たちが、中で活動し、米ぬかを食べているようです。葉っぱは、硬くて食べられなさそうだったので、撤去しました。ところで、ウジ虫たちが動くと、米ぬかがかなりかき混ぜられていることがわかりますね。こうやって見ると、ウジ虫たちは、自然の中で、分解者、としてとても重要な働きをしていることがわかります。自然の中で果物や、草や、動物の死骸など、すべての有機物は、微生物によって分解され、土に還ります。
でも、微生物だけで大きな有機物を分解するのは相当な時間がかかってしまいます。大きな有機物を食べながら、このようにかき混ぜるウジ虫などの昆虫が、有機物を小さくし、微生物を隅々まで行き渡らせ、分解に必要な酸素や水などを混ぜ込んでいるのです。もし、ウジ虫などの分解者がいなければ、地球は、ゴミで溢れているかもしれません。マクロレンズを使用し、ウジ虫の顔を見てみましょう。すごいね。この、ケースの厚みが2ミリですが、くっきり見えます。では、さらに拡大していきましょう。お、プラスチックケースを通してなので、ちょっと見えにくいですが、ペロペロ水を舐めていますね。スローで見ると、口が動いていることがわかりますね。体に対して、とても口は小さいです。ここで餌を食べるんだな。その後、庭で、ケース2度と、落ちていたミニトマトを入れ、ここにウジ虫たちを移動させました。これが、ウジ虫の顔です。違うかもしれませんが、ここにあるのが、目、なのかな？そして、これが口です。ウジ虫の顔なんて、じっくり見ることなかったけど、ちゃんとこんな風に顔があるんだね。では、再びタイムラプスです。ミニトマト、かなり動いていますね。ウジ虫は、かなり力があります。ミニトマトは、栄養価が高いせいか、あっという間にカビが発生してしまいました。それで、ご飯を入れました。でも、ご飯も、カビてしまいました。気温のせいでしょうか。その後揚げたのは、そばです。柔らかめに茹で、水分多めのものを入れました。これもまた、カビてしまったので、新しく交換しないとダメですね。最初の頃は、食べ物がカビることはなかったのに、なんでカビてしまうんだろう。これを撮影している時は、そう思っていましたが、実は、この時、ウジ虫たちは、すでにサナギになっていたのです。見た目は、幼虫の時のウジ虫とほとんど、同じですが、色が全然違いますよね。最初は、白っぽかったですが、今は黒くなっています。これで、もうサナギなんです。え？こんなに動いているのに、サナギ？サナギって動かないんじゃないの？と思いますよね。基本的に昆虫のサナギは、活動量がほとんどなくなりますが、種類によっては、結構動くんです。例えば、以前動画にしましたが、蚊のサナギ、オニボウフラは、普通に水の中を泳ぎ回ります。興味がある方は、こちらの動画もご覧ください。このウジ虫たちも動いていますが、すでにサナギなんです。サナギなので、何も食べません。ウジ虫の時は、きっと、カビも食べてくれていたので、カビが出なかったのでしょう。今は、サナギになり、食べなくなったので、カビだらけなんですね。観察している時は、これがサナギと知らなかったので、普通に餌をあげ、カビが発生しては取り替えていました。これが、7月30日の様子です。これがサナギとは知らず、なんか餌を食べなくなったなぁ、と思っていました。でも、実は、羽化の時が近づいていたのです。では、タイムラプスでご覧ください。7月、最後の日になりました。観察をスタートさせたのが、7月2日です。そんなにかからずに成虫になると、思っていたのですが、間もなく1ヶ月ですね。ウジ虫から変化しないなぁ。この先、どうなるんだろう。そう思っていました。でも、その時は、突然やってきたのです。出てきたー。なんか出てきたー。すごいぞ、すごいぞ、ついに成虫になったー。調べてわかりましたが、これは、アメリカミズアブという、アブの一種です。というか、前回の動画の予告を見て、すでに知っている方がコメントくださっていました。
あのウジ虫を、見ただけでわかるとは、すごい詳しいですね。では、ちょっとマクロレンズをつけ、アメリカミズアブを観察してみましょう。こちらが、マクロレンズをつけて撮影したものです。すごいです。くっきり見えますね。手をスリスリさせ、顔の掃除をしています。なかなか可愛い仕草ですね。体の大きさは、1.5 センチくらいです。顔の大きさは、1、2ミリくらいしかありません。普段、こんな小さなアブの顔を、じっくり見ることはないですが、なんか、こうやって体の手入れをする様子、可愛らしいですね。おや、顔の後は、足や背中をお手入れしてる。随分と綺麗好きなんだね。ところで、このアメリカミズアブですが、幼虫の時は、生ゴミなどに発生し、見た目もあまり良くないので、マイナスなイメージが多い昆虫ですが、人間にとって悪い虫ではありません。まずは、先ほどお伝えしたように、ウジ虫時代は、生ゴミや、生き物の死骸などの有機物を、分解する上で手大きな役割を、果たしています。さらに、ウジ虫はタンパク質や栄養が、多く含まれています。生命力が非常に強く、養殖が簡単なので、家畜やペットの餌としても、役立っているそうです。そして、成虫は、口がなく、何も食べないので、野菜を食い荒らすこともなく、針や毒もないので、人間に無害です。あまり知られていないですが、実は、人間にとってプラスの面が、多い虫なのです。おや？このお腹のところ、透けて中が見えます。内臓でしょうか？体液を体に送っているようです。心臓のような器官なのかな？こんな小さな体でも、体の各器官がちゃんと、機能し、生き物として生命活動を、維持しています。生き物の体って、本当によくできていますね。いやー、じっくり見てみると、とても綺麗な体を、しているな。ほらー、リトターン、すごいよ、ついに、羽化したんだよ。あのウジ虫が、こんな虫になったよ。すごいよねー。リトターンは、興味ないかー。食べられないからねー。さて、このアメリカミズアブ、ピョンオタマやウリツチコンビの、餌としても、最適なんだけどな。だけど、うちで成虫になってくれたので、ちょっと情が移ってしまいました。この子は、逃がしてあげることにしよう。それじゃ、逃がしてあげます。無事に成虫になれて、よかったね。アメリカミズアブの成虫は、口がありません。なので、幼虫時代に蓄えた栄養で、生き、子孫を残します。それじゃ、生きな。頑張って生きて、子孫を残せるといいね。お、そこに。おお、飛びましたね。壁の上に止まっています。それじゃね。元気で、元気でね。バイバーイ。これが、抜け殻です。端の方が開いています。ここから出てきたんですね。当たり前ですが、中は空っぽです。こんな中から、立派な成虫の体が出来上がり、旅立っていったんですね。すごいなぁ。では、残り2匹もタイムラプスで、見ていきましょう。念のため、米粒と水分を補給し、様子を見ていきます。でも、やっぱり、サナギなんですね。餌を食べている様子はありません。ご飯は、乾燥して、どんどん小さくなっていきます。もう、食べ物は、いらないね。じゃあ、これを手撤去して、様子を見ていきます。時々、蓋を開けて、空気を入れ替え、水分を補給しながら様子を、見ました。そして、最初に羽化した個体から、8日遅れの8月8日。あ、出てきました。壁につかまり、羽を伸ばし、乾かしていましたね。いやー、よかった。2匹目も無事に成虫になりました。この子も、庭に逃がしてあげました。それじゃね、元気でね。蓋を開けると、元気に出てきて、
雑木林エリアの奥に飛び去っていきました。頑張れよ、頑張って生きるんだぞ。さて、最後に残ったこの一匹のサナギですが、最初は元気に動いていたのに、しばらくすると動かなくなりました。8月の終わりまで様子を見ていましたが、結局成虫になることはありませんでした。残念ですが、途中で成長が止まってしまったようです。無事に成虫になった2匹と同じ環境だったので、環境的には問題はなかったと思うのですが、病気なのか、それとも寄生虫や菌類にやられてしまったのか。生命力が強いと言われるアメリカミズアブも、成虫になるのは大変なことなんですね。アメリカミズアブの飼育と観察を通して、命の儚さ、そして命の重みを知ったような気がしました。次回予告です。さて、アメリカミズアブの観察記録という超マニアックな動画に、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。次回はいつもの動画に戻り、家庭菜園やウリツチコンビの成長の記録をお送りします。あ、長子がネグも大きいなぁ。スイカの成長も楽しみです。よしよし、食べてるねー。あー、ついに土釜ちゃんも浮かしたー。それでは今日の動画はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。